今の股関節が今言ったみたいに動かない、脳みたいな歩き方になってるはずなんで、ちょっと一回歩いてもらっていいですか。はい、はい、うん、なんかね動きがあんまりないんですよ。はい、でこのまま、はい、でこっちに、はい、そうすると股関節がそのまますーってこう、その感じを覚えておいてもらっていいですか。そうそうそう、そうです。で頭を起こしておいて、でちょっと股関節をねこう、この癒着してるんで、ここを一回僕は止めますよ。止めてちょっとお尻も下がりますよ。はい、これですいません、お尻歩きしてもらっていいですか。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、立っていただいていいかな。はい、すいません。はい、それではここでもう一回歩いてもらっていいですか。はい、はい、何かが変わるはずなんで、はい、何が変わったかって分かります？あ、ここが、そうそう、はい、動くって、はい、はい、そうそう、はい、はい、あ、そうそう、そうそう、さっきよりこう動いてる、はい、じゃないけど、うん、あ、まさに、そう、まさにね、そこなんです、はい、結局骨盤がね、こう、こう、まあ、逆なんで、本当は逆っていうか、こう8の字にこう動くっていうのができるはずのものが、うん、うん、そうです、はい、うん、それがあと癒着してる、あの股関節が癒着してるって、お尻の仙腸関節の方も癒着してるんだけど、これを取るテクニックなんですよ。でこれが、どれぐらいか2週間前ぐらいに見つけたやつなんだけど、うん、はい、うん、歩きやすい、こうなんか足が、うん、そうそう、で足が出やすいでしょ、で、うん、軽いでしょ、うん、あ、そう、はい、でこういう感じで、まあ、あの股関節の癒着を、まあ、これはね相当してるんで、ちょっとずつちょっとずつ取っていくと、もっと